And this administration today, here and now, declares unconditional war on poverty in America. 歴代の大統領中、ジョンソンほど議会対策に成功した大統領はちょっと見当たりません。We are going to build a great society where no man or woman was a victim of fear or poverty or hatred, where every man and woman has a chance for fulfillment.And prosperity and hope. When Lyndon Johnson inherited the presidency, he inherited. リンドン・ジョンソンは大統領の職と一緒に多くのものを引き継ぎました。その一つがベトナム戦争です。ベトナム戦争は大統領選挙を控えたジョンソンにとっては大きな危機感を伴っていました。共産主義では1平方センチの土地も渡してはならぬ。それができなければ、いわゆるドミノ理論で最後に倒れるのはベトナムではなく大統領自身だったからです。1964年7月、共和党は次の大統領選に備えてバリー・ゴールドウォーターを大統領候補に指名します。彼は名にしおう反共主義者でした。ジョンソン大統領は大統領選に先立ち、ベトナム戦争続行の決意を議会に伝え、その支持を求めていました。ジョンソン大統領はかつてトルーマンが犯した過ちの一つは議会の承認を受けずに朝鮮戦争に介入したことだと思っていました。そこで彼は適当な時期に議会を招集し、ベトナムに関するいわば白紙委任状を取り付けようと考えたわけです。しかし上院に当たってみると、議会にそのような決議を求めたら手強い戦争反対派がこの時とばかり議事妨害の演説を行うだろう。そうなれば合意よりも紛糾をもたらすことになるということが分かりました。そこで1964年の6月15日、この議案は棚上げにされました。